どうも、ボビーアトレーザーのボビーです。えー、ボビーアトレーザーのアトリエからですね、お届けしております。ね、えー、今日はもう201回目ですよ。ね、ありがとうございます。ね、まああのー、今日は制作の話ということでね、水曜日ね、それであのずっとシリーズでやってます、この、これ、こうやった方がいいかな、こう、ね、 バルハット完成への道のり動画、ね、の動画ね、えー、9回目ですよ 9, 9週間、ね、<laughs> やってます。ねえーまあ、今日で、えーまあ、10回で思ったんですけどもおまあ今日でね完成ということでですね、えー、じっくりとね、えー、配信をねさせてもらいますんでね、えー、動画を交えながらですね、えー、ちょっと待ってね,ねこの ハットですよこれ、ねえー、今日でこ一応こうしとくか、ね、9回目、ね、9回目の配信ですんでね、えー、まあ今日で完成ということでねでまあ、あのー、これで、えー、ね、えー、まあ、まあ、次週もしするとすれば完成した映像をですねそれまでに、えー、僕が編集して、えー、お,お届けするという感じ。 かなまあそれがまああのー、それまでちょっと制作えー、の、えーえー、まあこの映像の制作とですねいうのを前にですね、えー、レザーのね実制作が使えてますんでですね、えー、そのあのバランスがねどうなるかあれですけどもまあいった今日はこんな感じでえー、ね進めていこうかなと思います。でねここのの今日はこのブリムを、ね あみようえて、ー、ということでねえー、いうことで、えー、めでたくねいう感じでまあほんでまあこのまあ、200回、えー、超えてですね、えー、まあ今週いっぱいまあ一回、えー、このフェイスブックでね次週からあどうしようかな、うん、いろいろ試してみたいなことはあるんですけどもねえーまあ、今カレンダーが今ちょっと。 うとこにあるんですけども、まあえー、YouTube YouTube の方にそろそろ <laughs> チャレンジしてみようかなと思ってるんですけどねいかがでしょうかね。うん、YouTube で、えーまあ、それは毎日配信になるかどうかは分かりませんけども。 YouTube の方で一回ライブっていうのも体験したいなと思いますしあとインスタライブもねちょっと気になっているんでねえまだ全然あのゆっくりパソコンで調べる時間取ってませんのでねえまあじっくり試し試しでやっていこうかなと思いますけどもねさあそれではあまあ始めていきましょうかねえねさあ,あねまず最初はですね、えー をね、えー、まずこう、えー、レース針ねこの針に、えー、刺してですね穴に通していくわけですけどね、えー、こういう感じで、えー、ねオルファのカッターでですね僕はあの使ってですねでまあこういう感じで、えー、やっております端っっこ,こここにちょっと 縦の切り目をちょっと入れれるんんですねこれ通す,んですねこ通まあほ他のやり方はあいろんなやり方あると思うんですけど、まあ、ボビー・アトレーサーの場合はですね、えー、ずっとこんな感じでね、えー、やっております。ねっ、えー、ペンチで、えー、ちょっとあの革の厚みをですね、えー、このねレース針に通せるようにしてですねでここでこうきっと挟むわけですよ。ちょっと見,え見えにくいかな僕の画面が。 ね、こんな感じでね。でえー、いよいよ取り付けていくわけですね。ね。んでえー、次はどれかな <laughs> もう分からないってくるね。あね。ってことね。え一、ー、個まあ飛ばしちゃいましたけどもね。こう、あの 飛ばしてもまあやってること一緒なんでまあこういう感じでねえ通してですねえひたすらあこう革ひもですね穴に通していきます。ねいろいろアングルも変えてるんですよこれね。ねこう場所もねどう,どうやったらいいかなんでこの時はまだまあ今もそうですけど試行錯誤をしながらですねこういうふうに感じでえもう指先をですね もう指先が目のようになってますからね、えー、センサーになってるっていうかねそんな感じで、えー、こう何ですか一つずつですね、えー、革ひもですね、えー、通していきますまあもう今日もですね、まあ、あのこのおアトリエでですね同じことをおねやってるんですけどね、まあ、こういう感じでですねアトリエで、えー、こういう日々をですね <laughs> ほぼほぼ こうこういう感じで過ごしておりますんでね、まあイメージがついたらなと思いますけどね。あ、普段はボビーアトレイザーこんなことして、えー、アトリエでね、えー、大阪のアトリエでカワドで対話してるんかなと思ってくださればと思いますね。えー、まあ、今もまあ、普段はねこの映像は撮ってませんけどもね、えー、まあ、撮ったら撮ったらねこうあのこう何ですかこう。 制作にねこあの没入してしまうんであのカメラをね据え付けてはいるんですけども,もうなかなか、ね、カメラのアングルのことまで気にするまでがねことまでできなくてですね、えー、いろいろやってますけどね、まあ、あの今回こういうふうに、えー、映像をね作やらせてもらってですね、えー、適したレンズというかあの辺ね、あのー どれでやるが一番画角もねいいのかなというも機材もどれがいいかなというのもなんとなく肌感覚ね、えー、やりましたねやっぱりねこう何でもそうなんですけどまずはね実行に起こしてみないとね分からないことがあるし,しかまずやってみてから見えてくることってやっぱあるんですよね。うん、何でもそうなんですねこ作品作りもそうですし、えー、こういうライブ配信もそうですしね うんもう本当にねもう何て言うんですかあのいろいろ思,思ったりいろいろごちゃごちゃ考えたりするんですけどねまずはこうややりながら改善点が見つかっていくというかねいくというかあ改改善改善の積み重ねですね。ですまあこういう感じでですねちょっとずつ徐々にねこの側ができていっているわけですねこうシュワシュワになっているところをですねこの皮ひもの この,ああの力加減というかこの締め具合の塩梅でですねま、えー、っすぐになっていくというか,あ整、まあ、か形が整っていくわけですね。やっぱりこう全部こう何ですかあの衣装というかあ、ね、こういう形っていうのは全部うやっぱり意味があって、えー、ねこうあ,るあるわけですね。あのこういうい柄が あったら綺麗なとかいうそういうのも確かにありますけども機能としてですね、えー、これ全部ねえ今からっていうんですね、えー、これどうなってんのかなこれこ,こうか <laughs> これ合うてるかなちょっと待ってくださいよこれ今あのやりながらねあもうほんまにライブ配信ですねちょっとまあ見づらいき とこが多少あると思いますけどねもうあのこれもライブなんでね、うん、さっきと何がちゃうねんっていう感じやけどちょっとずつ進んでるってことですこれねまだ戻っていってるわけですよちゃんとこう分かりますあの何ですかね一回こう渡ってね片面一回こうぐるっと一回回してでもいいんですけどもう一回もう一段やるんですねそういうのがねあのね,こうねじれというかよじれというかね整うんですよね、うん、まあ面倒くさいかもしれませんけどね うん、そこまで線でもええやんっていう感じのことでもやっぱりこう必要だと思うんでね、えー、もう一度こう戻るっていうかね一旦かえ、えー、この戻っていってるわけですね、えー、一回通した穴にもう一度こう通してるわけですねあのこう折り返してね、えー、折り返して、えー、こういうふうにね、えー、もう一度ねやってると,、えー、っとこのブリムのねこの ラインがねええ感じになるんですね。まあこれはまあ誰に教えられたわけでもなく自分で <laughs> ねこう試し試ししながらあそれ気づいたっていうかね。うん、でやっぱりこう皮ひもがまあ途中で終わりますね。うん、これはあの突き足しているところですね。あのレーザーをですねやっぱりこうい一本の皮ひもでもねもう皮にもひももあのほら、えー 長さがね決まって何か生き物の大きさなんでね無限にやるわけじゃないんでねで漢字、えー、のところですねでこういうふうに、えー、革こういう時に僕は皮包丁を使うんですねあのどっちかというと皮を削ぐっていうかねそういう時に皮ひもを使います皮ひもじゃないやあの皮包丁ね皮包丁を使うんですね。うん。 最近ちょっとまだ手入れができてないんでね、まだ道具の手入れのね、時間もやっぱり取らないなと思いますけどね。で、こういう感じで、今度はこっち側をね、次、足す方ですね、こういうふうにちょっとね、削ってですね、要は削ってこう、削ってこういう感じですね、こういう感じ。ね。で、これボ、ボこのボンドをですね、塗ってですね、 このチューブのボン,ボンタイプのね、えー、まあゴム取りの、まあ、まあまあ強力な方ですね。あのめくれにくいっていうか、うん、ボンドですね。いろいろ試したけど、今のところこのボンドがあ僕の中ではあのしっくり食いつきがいいかなって思いますね。うん、いろいろ普通のゴム取りはどうしても仮止めになっちゃうんですね。 うんでまあ、やっぱりこう時が来たらめくれるし、まあ、これが絶対めくれないかっていったらそうでもないんですけども割かし、えー、使っていく中で、えー、強いかなというボンドですねあと他にもまああるんですけどまあポピュラーな感じで僕の中ではボビーアドレザーの中ではこのボンドを使ってますね。はいね なんかこう気になるか,なんかコメントとかねこういう時に入れてくれたの,もあの,あの読みながらですね <laughs> ちょっと待ってくださいよボリュームも下げてねええー、パソコンが多分いっぱいいっぱいなんでかしらけどこう,こう映らないんでねえーえー、とねちょっと待ってくださいよ あっ、森本君あ、YouTube に来るんですが、より広がりそうですね。あそうなのかな ?YouTube のが広がるのかな分かんないんでね、うん、あの、Facebook をね、えー、ちょっとね、やってたんですけどね。うん。ね、こんな感じで。YouTube はね、ど,どんな感じで、まあ、僕も YouTube は今、あの、あれですよ。 登録者っていうか、登録されていてる方が300人ちょいくらいかな、ぐらいなんでね、どうかなと思ったりもしてて、あのえちょっと待ってくださいね,ね、こんな感じで、まだ、こ度またこれ、だいぶ戻ってきてるでしょ、これまだね、え。ー これまたアングル変えて、これねちょっと大きい大きいっていうかマクロレンズで撮ってるんでね多少ねもうちょっとアップしすぎあのズームアップしすぎてるかなという感じもしますけどねなかなかこうやりながらでわからないところがあるんでねまあこんな感じでずっとねやっております、ね。 コメントがね。パソコンは今日は読めない。読めないんですよ。なんか画面が出てこないですね。で、えー、今こう。これで見てね。これで、えー、森本くんがねうん。コメントくれてるんで、まあ,あの facebook とかであれこう。コメントがあのー、わかるからいいかなと思ったりもしたんですけどね、えー。どうなんでしょうね。 これちょっとあのおこれラストですねいよいよ大詰めなんですけどね、えー、このシーンはですねちょっとおかなり、えー、あのおこう大詰めになってきたらですねあのもう映像を撮ってるのがそっちのけにないってですねあのもう撮れてるやろうという想定でね、えー、やってますのでねなかなかあのお,お見苦しい点も多いですけどもね、えー、こういうとあの僕のアドリブのトークでですね、えー、なんとか <laughs>。 つないでいこうかなと思いますけどねこういう感じで、えー、最近はちょっと宇治茶がねマイブームなんでねお茶を飲んでます <laughs> ね、えー、こんな感じでね、えー、もうずっとこ,のこういうふうに皮ひもを通していくわけですねつないで通してまたつないで、えー、通してっていう感じでねまあちょっと端折りましょうかねこれ端折れるんかな、えーメディアね、映像をね まあこれちょっとやり方がわかんないんでまあ、このままちょっと続けますけど多分これ5分ぐらいあるのかなこう最後までこれ、えー、ちゃんとあのそのあの最後の始末をするとこまでね多分これ撮ってると思うんですよ。ねえー、時折、えー、僕の指のアップとかになってしまったりとかね、えー、ピントがあのー、つかない、えーまあ、ちょっとオールドレンズっぽいようなちょっとフリーレンズなんでね使ってるのが、えー、まあ 黒っていうのが、ね、なかなかあのピントが合いにくいまあってね、まあえー、まあどうしてもふやふやしますけどもね、うん、こんな感じでね、うんまああのー、まだこう Facebook の、ね、中でこういうふうに、ねえーまあ、Facebook ページでやったら、まあ、ボビアトレーザーも、ねまあ、2,000人以上で登録していただいてるんでね、うんまあ あのご覧いただける機会が多いかなと思って、えー、あとまあシェアとかいろいろできるっぽいんですけどちょっとやり方がですねなかなかあ仕様が変わったりとか仕様変更があったりとかして、えー、僕はちょっとあんまりその辺明るくなくてですね、えー、なかなかいろんな人に,とこ人にと届かない場合もあるんですけどねまあアーカイブでほとんどね見ていただいてるような感じが多いんで。うん それっったら、まあ、あどこでやってもいいいかなと思ったといいろいろねこの機会に200回をこうね体験してえーねえー、次は、まあ、YouTube でもいいですけど、まあ、インスタもねちょっと気にはなってるんですよインスタライブはどんな感じで、まあ、こういう OBS を使って、えー、できるのかなとかいろいろ僕もまだあ隙間隙間で調べてるとこなんですけどねなんか画面も縦になるしけどやっぱパソコンのから ね、こういう機材を通じて、えー、配信はしていきたいなとは個人的に思ってるんで、うん、まあインスタとかもね、あのー、見てくれてる方も多いと思いますしね、うんえーまあ、スマホでやれば一番簡単なんでしょうかね僕もおこの f a c e b o o k イブ v っていうのは最初はあなんていうんですかあ,あれで、えー、スマホ一つでね <laughs> 始めましたんでね。 うん、まあ,あのタイトルもつけずにパッとね、うん、そんな感じでやってたんでねまあ今もこういう感じでね、えー、続けてますけ最後のこれあと最後までこう行ってですねこの今始末をしてるとこですね、うん、やっとね最後はこういう感じでね、えー、指,指ばっかり映って見え,見えへんと思うけどね、えー、こう皮ひもの間にですね えー、通してですねでペンチで引っ張ってでも皮と皮同士がねこう干渉し合ってこうギュッと一回、えー、テンションかけるんでまたこう戻る時にこう緩むわけなんですよね。その,あの力を利用してですね、えー、まあまあ,あのカチッと止まるっていうか、うん、し,しっくり止まるっていうかね、うん、そんな感じでやってるんですね。 ね、こんな感じであとはまあこ,これをね、えー、整えていくわけですね帽子の形にっていうかまずおこれ網を置いてこうもうちょっとこれ,これもうちょっと通してますね <laughs> 何個かね、えー、も,うもうこれ以上緩まないよって感じのところまでね、えー、追い込んでますね、うん、これで姉妹なんかなギュッと引っ張ってねで、えー 多分これで終えてるんかなま,まだこうやってますねまあまあほ,ほとんどこう皮と格闘してますね <laughs> まあずっとうもうほぼ日常ボビー・アトレザーの日常ですよこれねあの僕のあのきったな指がね皮、えー、の粉まみれなとい指が映ってますけどね、えー、こんな感じでね、えー、形になっていったということですね、えー、それでこういう風うに、えー、形をですねフォルムを整えていくきですね一旦うねうんやっぱこう帽子って 革製品なんでもそうですけどこうバッグやったらバッグでえねこうにあの中に入れるものが入った時にいい形か表情になるしえ革ジャンも着込んでいた時にいい表情になるしねそれまでのねえ下ごしらえというかねこういう感じでこのやっぱこうハットのここがねやっぱり僕の場合はボビーア・デレザの場合ポイントなんでねでこういうふうに、え。ー 形をですね、いい感じに整えてですねいやっとこの形になってきたっていうことですねでもうハットがねこれで一旦ね、ボビーア・アトレザーのバルハットが完成したということでね長い間お付き合いいただきありがとうございますね,ねこんな感じでねあの 長いスパンでお届けしましたけどね、まあ、これをまた僕はまたー YouTube のにアップしてそれを、えーまあ、またあの、えー、ブログでですね、えー、解説をつけて、えー 10回に分けてですねシリーズにしてパックにしてですねブログの方で永久保存版ということでねファイルとしてですねまあどういうふうにボビー・アドレザーの作品がですねどんなふうに作られていっているのかなっていうことをですね、えー、振り返る意味でもっていうことと知っていただくっていう感じかなそれからあー、うん、まあまあそういう感じでどんなふうにね、えー、一つの作品が生まれていくのかということですね。 えー、まあ,あ知っていただくっていうかいつでもね、えー、どんなタイミングでもね、えー、見ていただけるようなよ,ようにホームページですねちゃんとコンテンツにまとめてますんでですね、えー、それをまあご覧いただきながらということで、えー、まあ資料にしますんでね、えーまあ、楽しみにしてくださいまあちょっとお時間いただきますけどね <laughs> まあそんな感じで、えー、まあ、えー、ずっとねこういう感じで、えー お届けしてまいりました、まあ10回まあ来週はですね、えー、一旦、えー、このハットのですね全容っていうかあそれをね、えー、まとめられたらなと思うんですけど、えーがまあ、解説というか解説動画になると思いますけどね、うんまあ、制作の話を、ね、制作の制作秘話というかね振り返りというか ね、それを、まあ、感じながらです、えー、と僕も振り返りながらあ今そして今現在、えー、携わってる作品のこととかねそういうこともね全部ひっくるめてですね えまたた解説しいいなと思いますけど、ねまあ,あのどういう形でスライドしていくかはまだ、まあ、準備ができてないので、えー、まあほとんどね制作本制作の方に集中してますんでね、えー、こういうメディアでのこの、えー、はまだひょっとしたらまあしばらくフェイスブックの方でねこう続くかもしれませんしね。その辺はもうあの 重々を持ちにというか、緩急、ね、つけながらというか、その感じで、えーねえー、お付き合いしあいし,しますので,、えーえー、でね、お付き合いいただければなと思います。そんな感じで、まあ、あ今日はですね、えー、バルハット完成の道のり、完成ということです、ね、一旦一旦完成ということで <laughs>、お届けしてまいりました。ね、それではまた、えー、お会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。